えー、それでは面白いいい話をしたいと思います、えー、これはまあ私自身を振り返って思うことなんですが以前私は裁判官でした、まあ、いろんな話を聞いてですね「こううん、それは違うだろう、うん、それは間違ってるよ本当はこうなんだよ」と随分ねその人を裁いてまばいてました。 えー、それはねその結構子供の時からやって,やってましたよひょっとしたら小学校の時からやってたかもしれませんあの学校の先生がね高校行為ともう本当に面白いですね今から考えると小学生ですよ小学生の私が、えー、小学校の先生に対して言わなかったんですけどねあそれは違うそれは先生間違ってるダメそうそうそう、うん、そこは合ってるけどねでもさっきのは違うねああそこも違う。 っって思って思たんですそれと私は同時にですね正義の人でした。でどんなことを聞いてもね「うんそれは間違ってる」「正義はこうなんだ」「正しい」っていうのはこれが正しいんだ「あそれは間違ってる」「これが正義」。 そしてですね、間違っていることに対してすごく怒ってました。あの裁判官というのはね、こうポンポンと叩いて有罪とかあの無罪とか言うんですけどね。正義の人っていうのはね、実は不正義、不正に対してすごく憤りを、憤りじゃないな、怒りを感じるんです。君、それは間違ってる。それは正しくない。っていうことでね、僕はその正義の人でした。恥ずかしいことです。それとね、同時に私はね審査員でした。 いろんなことに対してね、まあ裁判官と似てるかもしれませんけど、それは違う、これは違う。で特にね、音楽ですよね。音楽で私指揮者でしたのでね、あのすごく今も思い返せば恥ずかしいんですけども、あの演奏会、特にコンクールとかですね、演奏会に行きます。でやはり指揮者ですから、まああの幹部っていうかな、その合唱団のそのまあその技術委員とこう行くわけですね。そしたら本当にね、その その演奏を終わるごとに「先生あれどうですか?」って言うとね「あのねシューマンはああいうんじゃないんだよねあのこ,のこの指揮者の解釈間違ってる」とかね新しいこう作曲について「この曲どうですか?」とね「この人はねあの要するにクラシックの勉強が足りないねまあ要するに基本構造ができてないね」と言ったり何て言うかコンクールなんかでもね本当にその。 まあ負け惜しみも含めてだけども非常にねかっこよくいい審査用意してたんですよね。えー、本当に恥ずかしいことですでなんと言いますかね答えは7つだしそして言葉は7%。 そして人の思想もですねあの思想を間違ってるとかね思想に間違いもないわけですねその人がそう思ってるだけなんですねだからそれを「あそう思ってるんだね」で「ただ僕はこう思うんだけどどう思う?」っていうふうに言えば噛み合ってくるわけですねそれを審査したりその裁判したりしてるのは本当にその、えーまあ、恥ずかしいことでした。まあ、でこの変化がですね あの大きく変わったのは交通事故だったんですね交通事故で本当にこう考える時間がいっぱいあったというか考えることしかできなくなった1年間ですね本当にその過去の自分の指揮者としてとかですねあの学生運動のリーダーとしてと自分がやってきたこと話してきたことあるいは自分の目の前で起こったいろんな事件を思い浮かべてですね本当にその 恥ずかしいやらおかしいやら情けないやらつその悲しいやらでね本当にもう涙を流してその謝ったりあるいはその涙を流して転げ回ったりまあ寝たきりですから転げ回れないんですけども、えー、そういうことがありましたそして今改めてですね受け止める人の話人の思想あるいは現実を例えば正義の人はね目の前で起こった現実に対してもそれはありえない。 そんなことはもう許されないそういうことはそういうことを考えること自体がおかしいとかですねそういうことをそういうことを信じていることがおかしいもうこの事件そのものがありえないというような <laughs> 感じでしたけど今はねどんなこともあ,のありえるというあったわけですよねだからあ,あったんだなということとあそう思ったんだなということとそうしたんだなあこの人はこういう思いだったんだなあるいはこの人はこうしたかったんだな でも方法が結果としては良くなかった、あるいは結論が実際にはあのちょっと違っていたなということで受け止めるようになりました。でそのことによってですね自分が楽になりましたしあの相手も楽になったし本当に自分から見える世界そのものがですねもっと緩くや優しくなりました。どうぞ、あのきっと、 あ,のあなたもです、ね、どこかに裁判官がいたり、えー、正義の使者がいたりです、ねえー、審査員がいたりするかもしれませんがどうぞみんな一人ずつがですね一生懸命幸せに生きていこうとしているそして自分もまたそうしているだから理解し合って優しい眼差しを持ちましょう。